ジャズ、ドゥ、イ、ナウ。やるなら今しかねえ。毎度、撮影者です。昨今、スキー人口の減少のため、スキー場はガラガラな状態が多いです。そのため、様々なスキー場の縮小や廃止が相次いでいます。リフト混雑など、混んでいるのは正直嫌ですが、我々が愛するスキー場たちがなくなっては、元も子もないため、Kチャンネルでは、勝手にスキー場を応援しようと思います。今回、紹介させていただきますのが、ゲトウ高原スキー場レギュラーシーズン版です。オープンから3月上旬ほどに行かれる方は参考にしてみてください。実際、ゲトウにて K が滑走する動画は本編にございます。説明欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方はぜひご覧ください。加えて、こちらの動画は2022-2023年シーズンの感想をもとに作成してあります。ご注意ください。ゲトウ高原スキー場は、岩手県北上市にあるスキー場です。岩手県内の主要スキー場とは、少し経路が異なったスキー場です。新幹線の最寄り駅は、東北新幹線の北上駅になります。北上駅からは、ゲレンデまでのシャトルバスも運行しております。高速道路の最寄りインターチェンジは、東北自動車道の北上、金ヶ崎インターチェンジ、北上江尻湖インターチェンジ、北上西インターチェンジになります。いずれにしても北上、市内を経由していきます。まず、ゲトウまでの道路状況ですが、正直、難易度は高いです。どうしても豪雪地帯なので、かなりスタックしやすいです。我々が行った際も、何台かスタックしている車を見ました。特に到着15分前、セミ温泉からの坂は正直何度運転しても怖いです。そこでもし運転がという方は、北上駅よりシャトルバスが出ています。我々は利用した時はないですが、新ゲトウ駐車場というバスが停車する駐車場がございますので、そちらに車を駐車してバスに乗るというのがおすすめです。続いて、スキー場の駐車場についてです。第1駐車場から第5駐車場があり、合計で3200台の収容スペースがあります。ゲレンデに一番近いセンター駐車場は平日のみ無料ですが、土日祝日は有料です。しかしながら、横に長い駐車場なので、基本駐車場から歩きます。そのため、私ならセンター駐車場が空いていたら、有料でも良いと思うくらいです。基本、朝9時到着の我々は、レギュラーシーズン中はセンター駐車場に駐車できたことはありません。そのため、それよりも早く到着するかセンター駐車場ではない場合、なるべく入り口に近い場所に駐車するのがおすすめです。こちらが、センターの全体図です。リフト券売り場は、センターゲートを入って、すぐのスーパードーム内にあります。そして K が大好きなトイレですが、 K がよく利用するトイレは売店の裏になります。撮影者がよく利用する喫煙所もその近くにあります。フードコート内にも喫煙所があるのですが、ゲレンデを見ながらの喫煙は最高です。マップには載っていませんが、ドームの階段の下にも喫煙所ありあります。売店も豪雪にふさわしい板も置いてあるので、毎度見てしまいます。そして、豪雪パーカーや豪雪ステッカー売ってますので、チェックしましょう。続きまして、K も大好き。ゲレ食についてです。レストランは大きく3つございます。ラーメンやカレー、丼などおなじみのゲレ食があるフードコート。靴を脱いでリラックスできる森のレストラン、うさぎ森。そして、ドーム内にある軽食がメインのカフェ、マルモ。どれも大変おすすめですが、ゲトウっぽいのはドーム内のカフェ、マルモだと思います。はい、お待たせいたしました。これが、
ゲトウ高原スキー場のコースマップです。まず、リフトについてです。ゲトウ高原スキー場は、ゴンドラ2機、クワッドリフト1機、ペアリフト2機、合計5機のリフトになります。コースは、個性豊かな全14コースを誇ります。スキー場自体が、横長のスキー場です。すべてのコースをご紹介すると長くなるので、初心者コースとおすすめのコースをご紹介いたします。まず、A1 コース。第1ゴンドラから下車後に、二手の出口に分かれるのですが、A1 コースは、ゴンドラ下車後、左側の出口から出ます。マップ上の左の外回りのコースです。こちらは、下車後、すぐのコースのため、スノボーや初心者に大変人気のコースです。しかし、6、7割くらいの方が A1 コースを滑ります。そのため、すべてのコースの中でも、1番、人がいます。そして、おすすめコースが A6 コースからの C4 コース。こちらは、マップ上、右、外回りのコースで、第1ゴンドラ下車後右側の出口から出ます。こちらも初心者コースなのですが、一つネックなのが横に移動するため、多少歩きます。そして、滑り降りた後も、歩きます。ですが、景色は本当最高です。絶景です。そして、良質な雪が多く残っていることが多いです。ですので、もし、ゲトウに来られる方は、一度は A6 コースからの C4 コースを滑ってみてください。体力は消耗すると思いますので、体力が残っている前半に行くことをお勧めします。加えて、ゲトウと言ったら、豪雪パウダースノーです。そのパウダースノーを思う存分に味わうためには、スリーランコース。もし、テクニックに自信がありましたら、様々なスリーランコースございます。挑戦してみてください。スリーランコースは、ルールがございます。きちんとルールを守り、安全に楽しく滑りましょう。どうですか？ゲトウ高原スキー場の魅力。少しは伝わったでしょうか？ゲトウ高原は県内でもイケイケスキー場だと思っております。そのためパウダー好き、そして若者が集まるスキー場のイメージです。あと写真映えします。スキーヤーなら黙々の親切を、雪をこむりながら滑る姿、超かっこいい写真が撮れますよ。まあ、K はどんなスキー場でも映えますが、ぜひ岩手県ゲトウ高原スキー場、機会がありましたら滑ってみてはいかがでしょうか。 K チャンネル撮影者がお届けしました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、本編もご覧になってください。よろしくお願いします。ジャッドゥイッNow. やるなら今しかねえ。